凛として、中俊次郎。第10章、家族女学校時代。1、西南の役が起こった明治10年、官立学校学習院が授業を開始した。国として、家族の子弟はできるだけ軍人に育て上げるとの強い使命感がある。女子よりも男子偏重の学是が仕組まれたのも無理はない。打ち続く国内の兵乱に加え、海外列強の脅威も日増しに強まっていく毎日だ。だからといって女子は放置しておいてもいいというわけではない。民間では女子教育を望む声がますます高まり、官立も含め全国至るところに女学校が開設されていく。ところが、家族や上流家庭の女子について、学習院に並ぶような官立の教育機関がない。これが伊藤ら政府高官の悩みの種であった。明治17年に伊藤主導で家族制度を導入した時、全国で家族の数は公爵家11、公爵家24、伯爵家76、子爵家327、男爵家74、合計512家に上っていた。春子皇后はかかる女子教育の遅れをかねてから憂慮され、時々気の合う歌子を宮廷へ呼んでは意見をお求めになった。すでに東洋女塾を経営し、伊藤校ら高官の娘に教えている。教育者としての実績もある歌子には、どの言葉にも誠実さに支えられた説得力があった。それに最近、アメリカから帰った津田梅子が英語教師となってそこで教えている。そのことを歌子から聞いた時、皇后は図らずも感慨の涙で目を曇らせられた。あれからもう十数年経つのかと指折り数えられ、梅子らがいよいよアメリカへ出発する前夜、宮中へ招いて激励した5人の少女のことを懐かしそうに話された。津田梅子の面倒を見ておるとのこと、いかにもお前らしい生き方じゃ。いえいえ、私は何もいたしておりませぬ。伊藤博文公のお計らいでございます。2、さて、学校のことに話を戻すが、皇后は天皇陛下とも問題点を共有されていた。ぐずぐずはできない。早急に家族を中心とした女学校を作らねば。いよいよそうご決心なさり、焦る心で改めて宮内教の伊藤と相談した。その大事業を誰にやってもらうか、頭の中には歌子の存在がある。相方の伊藤とても皇后と同じ考えだが、いかんせん歌子には看病せねばならない夫がいるのだ。伊藤はそのことに触れ、いずれにしてもまだ下田さんは難しいでしょう。ただ国としていつでも船出できるように法的制度的な下準備はしておりますし、一層急ぎたいと思います、と言って決意の目を向けた。世の中は何が起こるか予測は難しい。それからしばらく経った明治17年5月23日、事態は急変した。下田武夫が他界したのである。歌子は葬儀中、ほっとした気持ちと、ああ、もうあの人はいないのだという寂しさの間で揺れながら、それでも新たな人生が始まるのではないかという計算めいた予感を抱いた。夫の長い闘病生活が歌子の中に同情という感情を培養させるとともに、時には恨みに似た気持ちを持つ自分に驚きもした。しかし、そんな看病生活に耐える辛さが逆にバネとなって、未来の希望に対する渇望を着実に育んでいたのだろう。現に
伊藤の行動は素早かった。7月にはかねてからの計画通り、四ツ谷中町の皇宮附属地に女学校用新校舎を建築すべく、天皇皇后両陛下の裁可を受け、計画に着手した。そして9月に起工し、翌18年7月には竣工。同月11日付をもって、華族女学校設置の勅裁を仰ぎ、直ちに御裁可を得たのだった。この校舎用地は、今居住されている赤坂の仮御所から地続きの近さにあった。一方、歌子に対しても伊藤は待っていたかのように、四十九日の気が明けたその日、明治17年7月10日朝、宮廷に呼び、単刀直入に協力を依頼している。恩美には華族女学校の実質的な責任者としてぜひ参加願いたい、そのためにも再度宮中へ戻ってきてくれないかと正式に頼んだ。歌子に反対する理由など毛頭ない。喜んでお受けした。皇后陛下が望まれていることだとお聞きし、ありがたくて涙がこぼれた。力強い勇気が湧いて出た。即日辞令が作成された。というより前もって準備していたのかもしれぬ。こちらの心中を読まれていたのかと、むしろそれを嬉しくさえ思った。この日を期して再び宮内省御用係仰せつけられの辞令が下った。しかも別の行に、総任官に順次主事取り扱い年俸1000円を貸しと書かれている。歌子が驚いたほどの高給だった。昔8年前に名部10頭の辞令を受けたが、今は総任官となっている。それだけの期待を受けているのだと身が引き締まる思いがした。華族女学校創設に向け汗をかく毎日が始まった。明治18年9月16日、歌子は華族女学校幹事兼教授に任命され、同時に歌子の計らいで津田梅子も教授補となる。そして同年18年11月13日、ついに待望の華族女学校が開校した。開校時の生徒は、学習院女子部から移ってきた38名に、編入試験に受かった歌子の東洋女塾の生徒60名が合流し、さらに新規の入学希望者からも選抜して、計143名でスタートした。校長は学習院院長の谷立樹が兼務し、歌子は幹事兼教授である。実際には少し早めの10月5日に仮授業を開始していた。開校日、皇后陛下は華族女学校に行啓された。午前10時30分、皇居乾門より直ちに馬車を学校正門に進められた。到着後、便殿天皇皇后の臨時休憩所で、谷校長が校舎や授業内容、教師、生徒名簿などについてご説明。その後、各教室を巡覧され、再び便殿に戻って昼食を取られた。午後1時30分、宮内省雅楽部員の厳粛な演奏楽の中、式場の雨天体操場へ移動され、式が始まった。最初に皇后が領旨を読まれた。それから校長、生徒総代、近衛公爵夫人の祝辞が続き、最後に歌子が教師総代として祝辞を立てまつった。そして行啓はつつがなく終わり、皇后が皇居に戻られたのは午後4時25分であった。皇后はこの華族女学校をこよなく愛され、心から発展を望まれた。火災後の皇居が正式に完成するまでの3年間だけでも16回学校を訪れている。どれも実に気軽なもので、
いつも歌子を伴い、近いのを幸い、仮住まいから庭続きの小道を歩いて来られる。授業をご覧になり、音楽教室では琴や楊琴、中国朝鮮の弦楽器の演奏に耳を傾け、1時間ほどで戻られるのだ。英語の教授補となっている津田梅子にもいつも優しくお声をかけられた。ちなみに梅子のその後の消息だが、英語教師をしていた明治22年、学校を休職し、再びアメリカへ留学した。わがままを言って申し訳ありません。職を辞して3年間、フィラデルフィア郊外の大学でどうしても生物学を学びたいのです、という梅子の熱意に、最初は再度のアメリカ行きに反対だった歌子も、最後は賛成した。むしろ喜んで送り出したいと考えた。私はね、しつこい女です。あなたを諦めませんよ。3年後に必ず戻ってきて、日本で教育者としての道を歩んでほしいと思っています。そのためにも家族女学校は休職という形にし、しかもその間は給料を支給するという。その方が安心して勉学に打ち込めるでしょう。ただし一つ条件があります。向こうへ行ったら、どこかの師範学校で教授方法について研究してくれませんか。当校は官立ですから何かとうるさいのですよ、と言って照れ隠しに笑った。梅子は恐縮のあまり一瞬返事が遅れた。わがままを聞いてくれただけでなく、破格の待遇を提示してくれた歌子に感謝の念で声がもつれた。帰国した梅子は家族女学校に復職した。教授となって8年間勤めた後、明治33年に官職を辞した。そしていよいよ自分の夢を実現しようと、女子英語塾現津田塾大学を創立し、塾長となったのである。3。家族女学校開校の翌年、歌子は学官に任命され、年俸は1800円に増えている。それが刺激になっているからではないが、相変わらず早朝から夜遅くまで学校経営の事業に打ち込む日々が続いた。周りから馬車馬のような勤勉家と評される熱心さだった。どう教えれば事業に興味を持ってもらえるか、どうすれば皇后が令旨で言われた恭順定列、慈愛の徳を身につけてもらえるか、絶えず考え、工夫を重ねた。女性の家庭における役割を明確に定め、そこに女性の本分と女子教育の基調を置いた。外観ではまず生徒の制服を決めた。和服、洋服のどちらを着てもよいが、和服の場合は従来の裳姿の服装では礼儀を欠くと考え、エビ茶色の袴を独自に考案し、この袴をつけ靴を履くように指導した。従来の檜袴と差し抜き等を折衷した真紋の袴で、履物は草履や下駄ではなく靴と定めた。この袴に靴という独特の服装は世間からエビ茶式部と呼ばれるようになり、東京府下の各女学校の生徒たちが一斉に真似たほどの服装革命であった。歌子は教育者という面だけでなく、新商品開発というマーケティング戦略にも長けていたと言えよう。目が回るような多忙にもかかわらず、著作活動にも精を出した。女生徒に和文を学ばせるため、和文教科書全10巻を出版している。和文といってもそれは文語体の文章を意味し、正しい文法と読解、作文、作歌を課して、竹取物語や源氏物語などの古典文学への理解を深めさせた。また、国文小学特本8巻9冊なども表している。時が経つのは早い。経営に、教授に、著作にと忙しく過ごしているうち、早5、6年が経ち、歌子も37歳になっていた。そんな3月10日の朝、大恩ある佐々木隆之老伯爵（後に侯爵）から使いの者が来て、
屋敷へ来てくれないかという。歌子は、何事かと思いながら、急いで車で馳せ参じた。佐々木は宮中顧問や枢密顧問官を務めた後、今は夫妻ともども麻布六本木の自邸で、皇族の子女たちをご養育している。しばらく歌子の多忙をねぎらった後、困ったような、それでいて誇りに満ちた表情で言った。昨日天皇に拝謁申し上げた時、大変なお役目を仰せつかってしもうてな。天皇の第六皇女の常宮政子内親王2歳6ヶ月と、兼宮房子内親王1歳2ヶ月のご教育係を申し付けられたのだという。ご教育の際は、完成なった高輪御殿へ教師を呼び寄せるのが良いとおっしゃられ、教師なら女性であるべきで、そうなれば下田歌子にてはいかがかと、あなたを候補者としてご指名なされたのです。まあ、私ごときが。いやいや、天皇はよく人物を見抜いておられる。篤太夫侍従長ともご相談なさったようで、我が輩も異存はない。本当に私ごときで構わないのでしょうか。歌子がためらったのには訳があった。このところ自分の出世を妬み、大衆新聞や雑誌などで誹謗中傷する記事が出回っている。それも伊藤校など政府高官たちの性的な絡みをでっち上げるという卑劣極まりないやり方だ。実際この頃の歌子の給料は年俸2400円に跳ね上がり、別に新聞や雑誌へ寄稿する原稿料、講演料などで2000円と、破格の高給取りとなっていた。そこへいずれ良親王のご教育係ともなれば、さらに2000円が付加されるのだ。この時代、庶民は1円出せばちゃんとした借家が入手できた。ああ、まだある、と歌子は思った。小学校特本を全国の小学校で教科書として採用させるかどうかの問題では、東京府学務課に圧力をかけるため、警視総監の三島道常との男女関係を利用したなど、これも信じられない捏造があった。佐々木はそんな歌子の懸念を敏感に察知した。世間の噂などに惑わされることはありません。あなたの高潔な人柄は誰もが知っていることですよ。気持ちをしっかり持ちなされ、と言って、自分も最近三流雑誌に根も葉もないことを書き立てられたばかりだと高笑いした。天皇の先のお言葉はやはり宮中に一悶着引き起こした。同じ皇室中心主義者の中でも、歌子と違う人物を担ごうとしていた勢力が即座に動いた。四柱の醜聞を取り上げ、人格に疑いありと反対したのだ。漢字廃止論を唱える文部官僚の西村茂樹や皇后宮内府の香川敬三らは、土方久元宮内大臣や篤太夫侍従長に撤回するように迫った。だが、この二人の味方とともに佐々木は敢然と対抗し、さらに谷立木、細川淳二郎政治家教育者、牧野伸顕らが加勢して、長い闘争の後、ようやく歌子で決着を見た。奇妙なことに、この間、歌子に加勢した高官たちの何人かは、個人的な女性関係について新聞紙上で攻撃されたり、歌子と特殊な関係ができているのではないかと匂わす噂を流された。歌子に順風が吹いてきた。下田教授にはこの際、要綱してもらうのがいいのではないか。正式に良親王のご教育を任せるとして、むしろそのためにも早急に歌子を統合させ、先進的な女子教育をその目で実地見分し、さらには広く文明を学ばせてはどうかという声が出たのである。
財政的に厳しい状況下ではあるが、賛同者は多く、これは皇室のみならず、日本女子教育全体にとっても有益だと判断され、その線で決定された。当時、日本は国際的に非常な緊張状態にあった。朝鮮半島をめぐって清との対立が深まり、戦争の足音が日に日に近づいていた。政府は軍備増強に向け、軍事費の捻出にしゃかりきになっている、そんなさなかで金のかかる長期東欧を決めたのである。歌子への期待の高さがうかがわれる。出発は明治26年9月10日と決まった。4、出発までまだ時間のある1月、5歳になられた姉宮の常宮内親王殿下にご講義申し上げる機会が訪れた。両親王が小田原へ行啓されるのに合わせ、歌子がそちらへ赴いたのだった。そして3月下旬からは、高輪御殿内にある学問所で定期的にお教え申し上げた。その時の講義は、まず学問に親しみを持っていただこうと、ほとんどが故事を物語風に分かりやすく読み聞かせている。またおいおい実物、理化学の基礎も取り入れた。ここに項目だけだが、お話の記録が残っている。3月21日、1、人事について、徳川武智代老人をいたわる。2、勤勉。3月25日、1、貞勤家庭教育。兄弟は相助けるべし、毛利元就の話。2、礼上、礼儀正しくへりくだった態度をとること。鳩に三種の礼あり、小鳩は育ててくれた親鳩に敬意を表して、親鳩より三本下の枝に止まる。礼儀を重んじ親孝行することの例え。4月1日、1、交換、氷雨、賊を走らす。2、放音、犬、恩に報う。4月4日、1、慈悲、鈴木右衛門の娘、少女を救う。江戸時代の奥羽大飢饉時、私財を投げ打って人を救った。2、ツバメとスズメとの話。4月8日、1、降雪。須山凸庵、江戸期の儒学者、母を帰す。2、報恩。老猿、恩に感じて名刀を送る。午後6時から幻灯にて説明する。4月11日、1、自浄。少女、獲物を共に譲る。2、報恩。鶴、恩に報いる。3、実物、白梅、人へ。このご講義は夏まで続いた。歌子はその都度、神魂込めて、綿密に準備した。明治26年9月10日、出発の日がやってきた。華族女学校の学館は当面の間休職となったが、教授の地位はそのままである。別途、洋行費用として金6000円の大金を賜っている。さすが前夜は興奮してほとんど眠れなかった。早朝5時には人力車で家を出た。随行者は2人だ。宮内省女官でフランス語に堪能な堀江芳子と、庶務全般を担当する鈴木寛一である。風はない。まだ残暑は厳しく、蒸した空気が執拗に頬を撫でた。小鳥が不規則に感覚を置いてさえずっている。その合間に、
空間を破るように高らかな鶏の鳴き声が聞こえてきた。もうこの声もしばらくは聞けないのか。そう思うと、感傷の波がじわりと胸にこみ上げた。道すがら伊藤博文伯と大山巌伯に門前から挨拶し、新橋駅へ向かう。駅前の広場にはすでに大勢の人だかりができている。見送りの人々だ。立錐の余地もない。谷子爵夫妻、佐々木隆之王、西村校長、九条公爵令嬢らの後ろに、大勢の在校生たちが固まり、にぎやかにしゃべりながら、しかも行儀よく待っていた。ほぼ全員が来てくれているようだ。歌子は丁重に挨拶の言葉と礼を述べたが、胸には感謝の念、別れの寂しさ、未来への希望と不安などが不規則に交錯し、いつになく声が高ぶった。そろそろ発車ですよ、と誰かが言ったのを潮に、万歳の声を背にして列車に乗った。ありがたいことに、佐々木王をはじめ54名が同乗して横浜まで見送ってくれた。5、9時20分、船はボーボーと哀愁を帯びた汽笛を洋上に響き渡らせながら、ゆっくりと桟橋を離れた。穏やかな海である。これから一路、東シナ海からインド洋を渡り、最終地である地中海に面したフランスの港町マルセイユへと向かうのだ。デッキから沖の方を見た。太陽に照らされた見渡す限りの海面が、無数の散りばめられたガラスの破片のようにキラキラ輝いている。そのはるか向こうの水平線上に、弱まりを帯びた白い入道雲が遠慮がちに立ち上がり、晩夏の名残をとどめている。途中何度か船酔いを繰り返すうち、次第に慣れてきた。持参した「源氏物語」や「枕草子」を読んで昼夜の退屈を紛らせた。単調だった船上生活も地中海に入ると一変し、絵のような風光の明媚さに目を奪われた。紺碧の海原に浮かぶ大小の島々を近くに遠くに望みつつ、四十四日の航海の後、10月早々待ち望んだマルセイユに着いた。この頃、こんな詩を読んでいる。月も今宵は満ち潮の光果てなき和田の原。はるばるここにイタリーの久我路いずこと打ち渡す。めしなの岬波もなし。天がもしおぎコルシカの島山陰に船止めて、昔の後も尋ねばや。中旬にパリへ入り、ここで1ヶ月逗留して、ああ、これが花の都パリなのかと、最先端の文化と流行を肌で感じた。ところがこの最先端で実にがっかりした発見があった。ある日、パリ市街を見聞している時、不意に上から小さなものが落ちてきた。ベチャッと音がして、下を見ると、なんとコンクリート地面に人糞が叩きつけられているではないか。危うく引っ掛けられるところだった。案内役の日本大使館の役人は、建物の上の方を見上げながら指をさし、こともなげに言った。あの2階の窓から放り投げたんですよ。え、人糞をですか？ええ、最近は下水道が発達して投げ捨ては禁じられていますが、まだ時々ありますな。江戸時代の町の方がよほど清潔だったと歌子は思った。人糞は甕に溜めて畑にまいて肥料として利用していた。今、東京の街を歩いていても、2階から人糞が落ちてくることなど考えられない。日本にも進んだところはあるのだと妙な自信を持った。これから西洋の女子教育制度を学ぶわけだが、進んだところは大いに取り入れるとして
日本固有の優れた倫理観、儒教精神などは誇ってしかるべきであろう。微妙なきっかけだけれど、そのことを再確認させられた一時であった。歌子は宮中にいた時、そこで教えているフランス人サラゼンのもとでフランス語を学んだことがある。こうしてパリでブラブラするうち、だいぶ五感も戻り、日常会話はどうにかこうにかこなせるようになった。同行しているフランス語の達人堀江芳子に褒められたのが何よりも嬉しい。そうなるとまるで新しい世界が開けたように、がぜん目の前が明るくなり、日々が面白くなった。時々日本公使館へ寄ったり、女学校や教育委員会などを訪問する日を除き、広いシャンゼリゼ通りを用もないのにうろついてウィンドウショッピングを楽しんでいたのだが、いよいよそうもいかなくなった。最終目的地のロンドンへ出発せねばならない。馬車に乗り、道路脇に潜む盗賊に気をつけながら、北方の港町カレーへ向かった。天気はいいし、道中ワインとチーズ、濃い牛乳、新鮮なブドウが舌を癒してくれた。緑豊かな牧草の丘陵地がなだらかに続き、放牧された牛たちがゆったりと草をはんでいる。一つの丘陵地が終わればまた次の丘陵地と、女性の撫で方を連想させる優しい風景が果てしなく続いた。時々古城が見えた。火に照らされている時はまばゆいほどの白さを際立たせるが、夕日に映える弱々しい白さもなんだか中世の哀愁を誘うようで趣深い。数日の宿泊の後、カレーに着いた。ドーバー海峡に面した大きな港町で、どうも生臭い。天日で干した魚と塩の匂いが溶け合って、それが風に乗りプーンと漂ってくる。この地で一泊したが、夕食に出た舌ひらめのムニエルは絶品だった。ここから13里（51キロ）ほどの海を船で渡って対岸にあるイギリスのドーバーに着いた。ホワイトクリフと呼ばれる標高150-160メートルの白亜の断崖が呆然とそびえている。80数年前、この断崖の壁にいくつものホラー穴を掘り、そこに大砲を据えて海に向かって撃ち、フランス側のカレーから攻めてくるナポレオン軍の船団を撃退したという。頂上にドーバー城があるんですよという案内人の言葉に、歌子らは子供のような好奇心で石段を登っていった。同じ城でも天守閣を持つ日本の城とはえらい違いである。西洋と日本では文化や考え方が異なって当たり前だと思った。ロンドンではまず私塾に入って英語の勉強に取り掛かった。だが何を言っているのかさっぱり聞き取れない。以前津田梅子から教えてもらったことがあるが、あれは梅子が優しさゆえに極端にゆっくり話してくれたことを今になって知った。しかし持ち前の頑張り精神で急速な進歩を見せた。この人物は科目は何であれ勉強するのが楽しいのである。40歳とも思えない馬力の持ち主だ。運よくサミュエル・ゴルドンという知日派の老婦人と知り合った。ゴルドンは原始キリスト教と仏教の比較を研究する宗教学者で、日本へ来たことがあり、日本に関する著書も出している。若い頃ヴィクトリア女王の女官を務め、信任が厚かった。来日時、箱根の宮の下を訪れて大いに気に入り、ロンドン中心街にある4階建ての邸宅に宮の下という名を付けたくらいだ。今は多くの日本人留学生に援助の手を差し伸べ、晩年を楽しんでいる。歌子にもそこのサロン（客間）を気前よく貸してくれた。多少の日本語も話せ、片言英語の歌子とはうまく釣り合いが取れていた。歌子が持つ高い気品と日本と中国に関する膨大な知識には感服したようだ。二人は急速に理解を深め、親しみを
加えていった。もう遠慮はない。歌子は公私ともにゴルドンの世話になろうと決めた。その目的は二つある。一つは滞在費の節約だ。ホテル住まいが続き、日に日に減っていく蓄えを見て心細くて仕方がない。賢明なゴルドンはそんな心配を読み取り、歌子から相談される前に進んで歌子ら三人にサロンの提供を申し出た。無料で気前よく貸してくれたのだった。歌子らは言葉に甘え、早速翌日にはそこへ身を寄せた。二つ目は留学目的である。これも率直に話し助けを請うた。貴族や上流社会の女性の考え方や日常生活を知りたいのだというと、翌週には当代きっての著名貴族であるポートランド伯爵夫人の自宅へ案内してくれた。また歌子の求めに応じ、上流女子に対する教育状況の視察や見学を設定してくれ、一歩一歩初期の目的をこなしていくのである。こうしてイギリス社会の内部に入っていくにつれ、教育関連以外に驚いたことがある。それは市民社会の中で果たす女性の役割の大きさだ。中央と地方の議会に及ぼす発言力の強さには心底驚いた。とても日本の女性にそんな政治的影響力はない。またいろんな職業に進出し、しかも十分に実力を発揮する機会を得ているのも新鮮な発見だった。女だてらにという偏見は存在しない。しかしこれは問題だなと思った。問題というのは、果たして日本でこんなことが可能かどうかということである。イギリスだからこそ可能なのではないか。そこには教育を受けた一部の上流女性だけではなく、一般大衆としての女性も等しく教育を受け、女性全体の底上げが図られている。層の厚さがある。だが日本ができるのはせいぜい一部の上流社会、つまり家族の女性教育くらいであろう。何十年かかってもイギリスに追いつけないのではないかと悲観的になった。この時点で歌子が抱いた感想は間違ってはいない。その通りだろう。だが歌子は気づいてはいなかったが、その感想は彼女の知覚の表層的な部分であって、内容ではしっかりと認識していたのである。なぜなら後に一般女子を対象とする実践女学校を設立し、普通の女子、つまり中流及び低層の女子の教育に本格的に乗り出したからである。6、歌子が渡英した頃、日本とイギリスの間には気まずい雰囲気が立ち込めていた。ちょうど横浜港を出発する10ヶ月ほど前の明治25年11月、千島間事件が勃発し、訴訟合戦に発展していたのだ。フランスに発注していた水雷砲艦千島が完成し、長崎港から神戸港に向かっていたところ、瀬戸内海でイギリスの商船ラヴェンナと衝突。千島は沈没して、乗組員74名が死亡したのである。まだ国際法や海上法規も不備な時代でもあって、やむを得ず日本は上海にある英国領事裁判所に控訴したが、一方的な敗訴となった。これは国辱であると衆議院で大問題となり、ついに収拾がつかなくなった伊藤内閣は解散に追い込まれた。国内に反英国の声が一斉に上がり、それがイギリス側にも伝わって、日本に対する国民感情は悪化の一途をたどっていた。そんな時期に歌子が渡英したわけで、日本と清国との関係も険悪化する中、勢い歌子の目は国際情勢に敏感にならざるを得なかった。というより、積極的に情報収集と発信をして、国のためにささやかな一助を捧げたいと考えた。その一つにヴィクトリア女王への謁見がある。
これは出発前から計画していたことで、もし実現すれば日本人女性として最初になる。日本は女性蔑視の野蛮国だと西洋から見なされているが、それは事実としても今懸命にその是正に取り組んでいるのだと訴えたいと思っている。日本女性は外面的にはひ弱に見えるけれど、内面では伝統を重んじ、思想堅固で倫理観に富み、家庭を守る良妻賢母だという真実を自らの口で説明し、自らの行動で示したい。それだけではない。ある意味、それ以上に重要なことだが、この謁見は同時に国の名誉でもあり、国威発揚の場でもあると考えた。そのための一つの形式美として歌子は、初対面の自身についての外見にこだわった。いや、むしろ女王の注目を引き、日本女性の優雅さを印象付けるため、今日でいうところのマーケティングツールとしての考え方を取り入れた。それは日本伝統の着物姿だ。平安王朝の女たちが着、明治の今も皇族女性が着る和装礼服の稽古である。これは内気、人得、切り袴、袖、小袖からなり、手には檜扇を持つ。髪は時下げである。檜扇とは宮中で用いられる木製の扇のことで、一方時下げはおすべらかしとも言い、前髪を膨らませて後頭部で揃えて束ね、背中に長く垂らしたものだ。それら一式を日本から持参した。ゴルドンが元女官だったことを知り、女王についての情報や謁見のしきたり、立ち居振る舞いなどについて細かく教わった。だが肝心の謁見許可は正式に日本公使館を通じて取らねばならない。担当である駐英公使の青木周蔵を何度も公使館に訪ね依頼するのだが、一向に進まないのだ。何しろ、あなたは、イギリス政府が招いた賓客ではありませんからな、とか。謁見希望者は世界中から殺到していましてな、もうここ一年は満杯らしいです、などと、つっけんどんに答え、鼻からやる気がないのである。青木は、歌子が感情的に嫌いなのだ。そのことは歌子も知っている。国粋的な代表的日本主義者である歌子に対し、青木は桜花主義の筆頭格だ。日本人妻を強引に離縁し、ドイツ在勤中に知り合ったドイツ人のエリーザベトと結婚した。頭の中は西洋礼賛でいっぱいで、古臭い平安朝の稽古で謁見するなどと、とんでもないと裏で盛んに悪口を言っているのを歌子は漏れ聞いている。このままでは埒が明かない。青木公使のさじ加減一つでどうにでもされてしまう実態に歌子は焦りを募らせた。そうこうするうち、留学期間の1年が迫ろうとしていた。謁見のみならず、教育調査の方もまだまだ時間が足りない。どうしても延長してほしい。それに滞在費の予算もほぼ切れかかっている。歌子はさらに1年の期間延長と予算増額を認めてもらえないかと、日本にいる佐々木王や伊藤らに手紙を書き送り訴えた。だがなかなかいい返事がもらえず、それでも諦めきれずに訴え続けるのである。一方佐々木は歌子の度重なる音信に接し、大いに憂慮していた。歌子の希望を叶えたいと思っているのだが、反対勢力の力が強く、なかなか思うように進められないのだ。政府の要路に多くのキリスト教高官がいて、彼らは国粋派である歌子の力が増大するのが不満でならない。潰したくて仕方がない。何とかして宮中にこの宗教を広めようと、その影響力を官僚だけでなく国会議員にまで拡大し、躍起になっている。歌子が邪魔なのだ。そこへ清国との戦争が近づき、国は軍備費用調達で頭を抱えているのである。そんな中での期間延長と増額申請だった。
諸般の事情に鑑みて、下田教授は予定通り帰国すべし。そんな正論を掲げて真っ向から反対した。しかし本音はそうではない。延長などしてヴィクトリア女王に謁見したら、それこそ下田は箔がつき、一層力をつけて帰国するだろう。この悪夢は避けねばならぬ。逆に延長を認めなければ自滅するに違いないと、歌子の弱体化を望んでいるのだ。そんな状況を知っているだけに、佐々木は慎重にことを運んだ。伊藤と相談し、賛成派の高官や国会議員を一人また一人と増やす地道な努力を続けていた。歌子は佐々木王との交信から青木講師の言動に合点がいった。欧化主義者ということもあるだろうが、日本の反対勢力のお先棒を担いでいるのではないかと疑った。困ったことだ、打つ手が見当たらない。前方に暗闇が広がり、落胆の深みにはまっていく。これではゴルドンに顔が立たないと、すまなさと屈辱で胸が泡立った。ゴルドンは千島館事件にもかかわらず、私的にはイギリス皇室とも連絡を取り、今か今かと吉報を心待ちにしてくれている。まさか日本でこんな泥仕合をしているなんて思いもしないだろう。これは日本の恥だ。伏せておこうと思った。そんなさなかの明治27年7月、ついに日清戦争が始まった。歌子は2週間に一度は日本の新聞や雑誌を船便でまとめて取り寄せ読んでいる。大使館からも情報が入ってくる。とうとう来たかと絶望に近いうめきを漏らした。日中は同じアジアの兄弟国として手を携えるべきなのに、互いに消耗し合っている。これでは敵たる欧州列強に糧を与えているようなものではないか。彼らは貪欲に獲物を求めて東洋に手を伸ばしている危険人物なのだ。ここイギリスにいて、歌子はそんな気配を強く肌で感じていた。歌子はそんな心境を佐々木王宛ての手紙で次のように書いている。佐々木や伊藤には日本を取り巻く情勢や気づいたこと、感想などを率直に伝えた。格のごとき荘園法制の間に兄弟の国たる日清まみゆることに立ち至り候こと、残念千万に候、実に今日親しく欧州列国の体制を見聞つかまつり候えば、鉄国に刃を貸し、盗っ人に糧をもたらすの間に耐え申さず候。戦争一色で塗りつぶされたその年の夏、そろそろ滞在期限が過ぎようとしている時、佐々木はほんのしばしの延長と経費増額を勝ち取った。だが焼け石に水なのは自明である。かろうじて薄皮一枚つながったものの、希望とはほど遠い。ところがそんな12月中旬、少女で沈んでいた佐々木に吉報が舞い込んだ。欧米を訪問されていた小松宮頼仁親王が10月にロンドンへ入られ、それに随行していた御用係の長崎省吾が12月に帰国した。長崎は現地で歌子に会い、その学問の確かさと工学意欲、それに何よりも人柄に感銘を受けた。この人なら皇女方へのご教育に十二分の土産を持って帰国するに違いない。生活ぶりも質素だし、乏しい学費でよく頑張っていると感心した。あなたの国体論は稀に見る強固なものです。引き続き真の日本精神で欧州の文物に接し、ぜひその長所を培養してください。我が輩、微力ながら期間延長に尽力しましょうと言い残して帰国した。そしてすぐさま宮内省の重要人物たちに歌子の活躍ぶりを報告し、滞在延長と
学費増額の必要性を精力的に説いて回った。その足で佐々木のもとも訪れ、閣下は女子の外遊について最初よりの関係ある方なれば、ぜひともこのことについてご尽力あられたいと消沈気味の佐々木の尻を叩いたのだった。中立的な立場にあった長崎の報告は誰よりも説得力があった。省内の空気は好転し、佐々木、伊藤らの努力もあって、ついに1年の滞在延長と学費増額が承認された。だが、このことは反対派の恨みを深く沈殿させ、後々の歌子復讐に結びつくのだが、この時点では佐々木や歌子の知るところではない。反対派は息巻き自らを励ました。まあ、だからといって、ヴィクトリア女王が謁見することはなかろう。青木公使によれば、謁見希望者が数珠を成しているそうな。ところがその後、またもや運命は歌子に味方するのである。その幸運は図らずも日清戦争の勝利がもたらした。7月に勃発した戦争は、翌明治28年3月、日本が真に勝利する形で終わり、世界を驚かせた。極東の島国日本が、東洋4000年の歴史を誇る老大国清をたちまちのうちに撃破した。イギリス中、いやヨーロッパ中が大騒ぎになった。それは即彼らに現状の再認識を迫った。このまま日本を増長させるのは危険だと、極東情勢での自国の利害に大急ぎでそろばん勘定を弾かせた。戦争が終わると、すぐさま下関で講和会議が開かれ、日本は清から領土割譲（両島半島）、台湾、宝庫列島と賠償金支払い、最恵国待遇の付与を勝ち取り、4月17日に下関条約が締結された。しかし、内容が明らかになると、まずロシアが両島半島割譲に猛然と反発。これにフランスとドイツが加担し、両島半島を返還せよと主張して、三国による干渉を行った。いわゆる三国干渉である。イギリスは対清国貿易の安定を望み、アメリカと共に自国利益を優先して中立の立場を取った。体力を消耗し尽くした日本に、再び外国と戦う能力はなく、伊藤内閣はやむを得ず干渉を受け入れ、両島半島を返したのだった。歌子はこの時期、イギリス世論や街中の人々の意見を佐々木や伊藤に頻繁に書き送っている。青木らの外交官と違い、一方に引っ張ろうとする先入観や思惑がない。一日本人女性としての素直な感想に徹した。だからこそ伊藤らは評価し、頼りを心待ちにしたのであった。三国干渉の前にこんな一文を送っている。さても、日清の戦、我が大勝利はこの上なき幸いながら、日本すでに侮るべからずと見れば、各古老欲が深く残忍なことの欧州人は、暗に指南をおだてて我がために不利を図り、候ことは鏡にかけて見るがごとくに候、間何とぞ我が政府の十分強固に百年の前後策を論ぜられ候ことをのみ祈り入り候。三国干渉こそあったものの、全世界を驚嘆させた日本の一大開示は、条約改正交渉なども含め、あらゆる不利な国際条件を好転させる原動力となった。好むと好まざるとにかかわらず、どの国も日本の底力を改めて見直さざるを得なくなった。厳禁なものである。それはイギリスでは即ヴィクトリア女王との謁見につながったのだ。下関条約からわずか3週間後という速さで実現したのである。もはや青木修蔵公使の出番はなかった。
7、明治28年1895年5月8日、謁見の日である。前日の雨はピタリとやみ、目が覚めるような青空が広がっている。歌子は馬車を借り、ヒヤッとした空気を頬に浴びながら、セント・ゼームス公園脇を通ってバッキンガム宮殿へと向かった。華やかに装い立てた馬車百数十両が軽快な蹄の音を残しつつ、長い尾を引いて進んでいく。宮殿の鉄門をくぐると、幾人もの衛兵が直立不動の姿勢で出迎えてくれた。白金の兜の上部に長い黒色の羽毛を飾り、それをかぶって鎧の胴を思わせる赤い上着を着、まるで歴史絵画の中から抜け出したようにいかめしく鮮やかである。しかし歌子の姿もそれに劣らず、いやそれ以上に艶やかだった。稽古を着用し、平安王朝時代の官女そのままの姿で光り輝いている。なんと絢爛豪華な眺めだろう。晴れの舞台で世界の覇者イギリスに堂々とたった一人で対峙しているのだ。翌日にはロンドンタイムズ以下の大新聞が、戦勝国日本の女性の伝統的正装として大々的に紹介したという。謁見控えの間に入ると、しばらくして並んだ肝心の中の誰かが朗々たる声で歌子の名を呼んだ。歌子は緊張で激しく鼓動を波打たせながら、それと懸命に戦いつつ、しずしずと女王の前に進められるまま椅子に座って対面した。女王は70歳猶予で白髪であるが、実に艶やかで終始恩顔を絶やさずに話された。歌子は大使館がつけた日本人通訳を使い、時には自らも片言の英語で喋った。それが女王にはことのほか嬉しいらしく、その度に身を乗り出し、大きく首を振ってうなずかれる。話題は女王からの質問という形で次々と広がった。まず今回の戦争のことから始まり、去年イギリスと締結した日英通商航海条約治外法権の撤廃についても聞かれた。歌子は日本政府の意図からそれぬよう気をつけながら、自分の意見も交えてよどみなく答えた。よどみなくというのは、日頃伊藤や佐々木、井上、山形らと活発な議論を交わしていたので、抵抗なくというより、まるで自分の脳に伊藤らが入っているかのような感覚で、自信にあふれた言葉が出たのだった。軽い息苦しささえ伴う幸福感を覚えながら、すっかり自分を取り戻し、次々と話す言葉を頭の中で事前に咀嚼する余裕もできた。それから話題は歌子の私生活へと移り、旅路の折々の出来事やロンドン生活のこと、東洋の不動とは何か、日本の侍道のこと、そして最後は歌子が着ている稽古について話が弾んだ。拝謁の時間は長くはなかったが、歌子は女王の質問に十分に答え、同時に日本という国、そして日本の女性について正確に奏上した。女王はこの珍しい東洋からの訪客に大いなる関心を寄せ、いろんな意味から非常な興味を持たれた様子であった。歌子も同様に女王に対して無条件の好意を抱いた。そんな二人の波長があったからなのか、女王はその後もしばしば歌子をバッキンガム宮殿やウィンゾル宮殿へお招きになり、1時間、時には1時間半もいろんな話をされた。ご媒食を仰せつけられることもあり、歌子にとってこの上ない名誉であった。ドーバー海峡に話題が及んだ時のことだ。女王が、ああ、そういえば、と
と言いながら目を細め、懐かしそうに地球儀の上のその地点を指さした。昔、この海峡に海底トンネルを掘ろうと思ったことがありました。え、海の底にですか？ええ、もう40年以上も前の話ですけどね、フランスのナポレオン3世のご招待でパリへ行って話し合いましたの。ドーバーと彼らの間に海底トンネルを掘ろうという壮大な計画だ。ちょうどクリミア戦争でロシアに対しフランスと同盟を結んだところだし、1815年のワーテルローの戦いの記憶も時とともに薄れてきたことで、両国は急接近しつつあった。そんな背景を説明した後、女王はなおも続けた。私、あの時本当に乗り気でしたわ。ドーバーからカレーへ行くまでの間、ひどい船酔いで死にそうでしたから。と言って上品そうに笑われた。歌子もパッと白い歯を見せ、微笑み返した。それでもう船に乗らなくても済むと思われたのですね。ところがその後、イギリスではインドとの貿易航路を求める産業界の欲求が増大し、スエズ運河計画の方へ次第に国の関心が移ってしまって、結局ドーバー海峡トンネル計画は頓挫したという。歌子は、こんなところにトンネルを掘るなんて西洋の技術力の高さにそら恐ろしいものを感じた。そういえば先頃見学した製鉄所の光景は圧巻だった。真っ黒の煙をもくもくと吹き上げ、航路から運ばれてきた溶けた銑鉄の熱湯がトーマステンドと呼ばれる巨大な釜に入れられ、次々と鋼が作られていく。それが鉄道となり、船となり、大砲となるのだ。果たして日本は彼らの侵略を食い止められるのだろうか。とても無理ではないか。女王と話している間もそんな問いかけがしつこく頭にこびりついた。ある時、女王から孫娘にあたる13子妻の王女が、名もないロンドンの下町にある女学校に週に3回通学し、他の生徒と全く同じ条件で衛生と生理の科目を学んでいると聞かされた。これは歌子にとって天と地が逆さになるくらいの驚きだった。この女学校には、後で見学に行って自らの目でそれを確かめている。また王女やその孫娘たちは、食事や包菜などでは自分でするようにしつけていると聞いた。それからも歌子は精力的に多くの女学校を訪れ、授業を参観し、一方貴族や上流階級の家庭も訪問して、女子教育の実態についての知見を深めている。中でも特育と情操教育に力を注いでいるのには深く考えさせられた。独立心は小さな子供時分から植え付けられる。また女子の婚期が日本のように早くはないので、結婚までに十分な学問と家政を学ばせることができるという。特育についてはその基礎はキリスト教という宗教にあり、その目指すところは愛国の精神なのだ。そのため、どの小学校教科書のいかなる学科を見ても、敬神と愛国の観念を養う文字と絵で埋められている。だからといって日本がそれ、つまりキリスト教を模倣するのは危険だと思った。国にはそれぞれ固有の文化というものがある。日本人の後ろには儒教倫理と国学の精神があり、それを支えとして皇室中心の国を愛する愛国心を養成せねばならない。戦争を礼賛するというのではない。戦争を起こすのは愚策である。自分は戦争には反対だ。だが食うか食われるかのこの列強の時代、愛国心なくして国の存続はありえないのだ。それはイギリスをはじめ西欧列強が身をもって教えてくれていると思った。
地域と並び運動の重要さも学んだ。貴族の女性たちが乗馬などで日々体を鍛えている光景に目を見張った。さらには休みの日、貴族の夫人や娘たちが頻繁に貧民街や孤児院を訪れ、慈善事業に打ち込む姿には感動した。このように知、徳、体の教育に加え、慈善という恵まれた者が恵まれない者に施す行為は上流階級には不可欠な条件なのだと認識したのだった。しかしそんな間にも歌子は頭を悩ませていることがあった。英語の通訳をしてもらっている望月小太郎のことである。公使館の緒方書記官から紹介してもらったのだが、慶応義塾を終えた後ロンドン大学で学び、今はミドルテンプル大学で法律を学んでいる勉強熱心な青年だ。この望月が歌子に好意を寄せ思い詰めている風なのだ。歌子にしても長く日本を離れ、心の寂しさは否定できない。そこへ望月がそんな寂しさの空白を埋めるようにひょいっと現れたのである。一時歌子も心を惹かれかけたが、年齢が自分より10歳も下だということが理性を取り戻させた。この青年の将来を考えても好意を受け入れてはならない。そう決心し、深入りしない時点で断った。だが望月は諦めきれず、乏しい視力の中からたびたびプレゼントをよこすので、歌子も必ず同額のものを返し、同時に言葉でも交際の意思がないことを伝えるのだった。歌子としてはもうすぐ日本へ帰る日が来るし、一時的に燃え上がった望月の熱情も自然のうちに消えるだろうと考えていた。そして現にそうなったのである。ところが思わぬ副作用があった。それは歌子の知らないところで起こった副作用で、ある意味致命的なものだった。歌子の評価を落とす作用をしたからだ。反歌子派の勢力がさも望月と特殊な関係があったかのように日本側に伝え、たちまち噂が広まった。そんなことをつゆとも知らず歌子は帰国の準備に取りかかるのである。ちなみにこの日本での噂だが、遥か後に光徳秋水がこれに飛びつき、平民新聞紙上で込み入った恋愛沙汰に仕立て上げて歌子攻撃に使った。歌子が純情な年下青年を快楽の対象としてもてあそぶという構図である。その意味で歌子にとって致命的と言っても的外れではなかろう。そうこうするうち、とうとうイギリスを離れる日が来た。親身も及ばぬ面倒を見てくれたゴルドン夫人、女子教育界の現状を示唆して多大の便宜を図ってくれたミス・キヌヤード女子、上流家庭の見聞を得るために快くその温かい一家を解放してくれたポートランド伯爵夫人、その他大勢の恩人たちに別れを告げ、まだとどまりたい感傷を振り切るようにして東への帰路に着いた。ドーバー海峡を再び越えて、学校施設の見学方々順にフランス、ブリュッセル、ドイツ、イタリア、スイスと回り、いよいよ大西洋を渡ってアメリカへ入った。それからカナダを経由し、明治28年8月20日の暑い盛り、ほぼ2年ぶりで無事横浜港に帰着した。湿気で蒸れたムッとした暑さなのに、むしろ皮膚がそれを迎え出るかのようなくつろぎと懐かしさを覚えた。ああ、日本に着いたのだ。やはり自分は日本人なのだと、待ち構えている前途の困難に挑戦する喜びを胸に踊らせながら、額に滲んだ汗を手の甲で心地よく拭った。8. 帰国後すぐに華族女学校学官に復職し、図らずも高等官4等4級法の高みへと昇格した。
教授職はそのままだったので、再び学官兼教授としての忙しい毎日が始まった。一方、常宮、金宮、両内親王のご教育に先立ち、歌子はそのご教育方法について建白書を提出している。内親王殿下ご家庭教育に関し、常宮、金宮、殿下ご養育主任、佐々木隆行殿よりの家紋に対する秘見と題した長文の意見書を書き、佐々木朗光宛てに出した。秘見とは、自分の意見をへりくだって言う時の謙譲語である。おそらく天皇もご覧になられるだろうと憶測した。これは歌子一世一代の力作であった。今回の留学で得た知見をもとに、さらに華族女学校学官としての経験に立脚して、可能な限りのうんちくを傾けて練り上げた。大判の身の紙34枚を使い、余白のないほどぎっしりいっぱいに、毛筆で金言に清書した。その骨子は7項目からなり、それぞれ具体例を付して詳述している。教育の要とはから始まり、続いて女子教育の精神。我が皇室従来の女子教育。欧州皇室の女子教育。欧米特育の基礎。日本女子教育の将来。内親王殿下のご家庭教育へと筆を進める。とりわけ歌子が強調した点は、体育の重要性だ。これまでの皇室の女子教育は、知育と特育の2点にのみ注力し、人として最も大切な体育の方面を観客してきたと直言する。欧米ではそうではない。学問の日課が終われば必ず戸外に出て運動し、市中郊外にも遊びに出る。国内外へ旅行もし、したがって貴女と言われる人々には驚くほど長命者が多いと説いた。これは従来の皇室女子教育のやり方を批判する実に大胆かつ画期的な提言だった。そして最初の学年で習わせる必須学科として、修身、読書、実物、理科学の基礎、算術、習字、図画、唱歌を挙げた。帰国してみて歌子は民心の変貌ぶりに驚いたというより、慨嘆した。ああ、こうも変わったものか。国民全体が皆、戦勝に酔いしれ、増長し、にわかの成金国意識で満ちている。足元をしっかりと踏みしめていないのだ。国力から見て三国干渉はやむを得ないところなのに、真の理由を直視しようとせず、ただ文をわきまえずに弱めき、力んでいる。人間性も変わってしまった。ともすれば、軽薄さや実質を伴わない上辺の華やかさに流され、それに気づいていない。維新までは武士道としての人間性を完成することに教育の目標が置かれていたけれど、今はいたずらに西洋の物質文明を模倣導入することに急なあまり、人間としての鍛錬をすっかり忘れてしまった。ことに女性の思想はおびただしく自由主義化し、無節操になった。自由の履き違えも甚だしい。それは街中の繁華街に出てみれば明らかだし、男女間の交際についても奔放に走り、桜花の表面だけを追っている。我が国固有の領風や美徳がないがしろにされていると思えてならない。歌子は佐々木や伊藤が催してくれた帰国歓迎会の席上で直言した。直訳的な西洋文明への傾斜は危険です。戒めねばなりません。今こそ日本古来の不徳の長所を生かすべく、新時代の女子教育のあり方が求められています。よほどしっかり教育せねば、これからの日本は西欧に
対抗できないでしょう。愛、わかった。だからこそあなたに留学してもらったのじゃよ。よろしく頼む。伊藤はそう言って、相変わらず美しい歌子を頼もしそうに見た。歌子は深く頭を下げ、自分をこれほどまで信頼してくれている伊藤と佐々木に対し、ご恩の返しようがないほどにありがたく思った。危機感を抱いた歌子は早速手始めに自ら鉛筆をなめなめ、華族女学校の生徒心得19箇条を作成し、成文の生徒遵守条項を定めた。これはその後、女子学習院の学生心得として残り、後の学習院へと引き継がれていく。そんな翌年の明治29年5月20日、正式に両内親王の御教育係の宮内省辞令が発令され、すぐさま26日から高輪御殿学問所で最初の小学科教育が開始されたのである。この時、総任官待遇で堀江好子も御用掛を拝命し、その後小川直子も加わって講師の陣容が整えられた。そして同じ年の12月、歌子43歳の時に晴れて小五位に叙せられている。ところが、いいことばかりが続くとは限らないものだ。小五位になってすぐの12月31日、年の最後の日に歌子は自宅にあった家財道具一切を叱咤釣りによって差し押さえられた。女子であれだけの天下一の高給取りでありながら、実は借金で首が回らなかったのだ。その理由は単純で、あちこちへ寄付をしていたということと、教科書出版が思うように進まず赤字になったためもあるが、それと並んで弟の貞蔵が巨額の借金をこしらえ、その保証人になっていたことが大きい。歌子は持ち金すべてと家財道具で完済した。で、この貞蔵だが、人が良くて意志が弱く、そこへ女性にだらしがない。大正12年、64歳で亡くなるまで借金を繰り返して、その度に歌子の世話になったという。歌子にすれば、たった一人の弟が不憫でならず、見放すことができなかったのだろう。こんな悩みを抱えながらも、歌子は教育事業に邁進していくのである。その気概たるや尋常ではない。後に平民新聞が貞蔵の一件を取り上げ、心象膨大に揶揄したのはいつもの通りのことだ。さて、さっきの御教育係の話に戻るが、この週3日のご進講は、金宮内親王がご成婚される約1ヶ月前の明治42年3月24日まで、ほぼ13年間の長きにわたり続いた。この明治42年というのは、ちょうど歌子が世間から非難の石を投げつけられていた時である。平民新聞で叩かれたのは40年2月から4月にかけてであり、乃木院長による解任が11月であった。42年は大役事件の1年前で、まさに歌子に対する逆風が吹き荒れていた。こんな時期でも皇室はひたすら歌子を信じ、親王のご教育を任せられていたのだった。このように歌子は前向きの仕事や後ろ向きの対応も含め、あれもこれもと超多忙であった。ご教育係を務めながら、華族女学校にも学官兼教授として全力で奉仕していた。この華族女学校は後年、明治39年4月に学習院に統合され、学習院女学部となるが、そこを解任されるまでの1年半ほど女学部長を務めている。